てんじゃないわよ。買わないならドクドク。常盤台中学の制服誰だっけ。でなんだこいつ。私には三坂美琴って名前があんのよ。いい加減覚えろ、ドバカ。やっぱ知り合いか。その自販機な、どうもお金を飲み込むっぽいぞ。知ってるわよ。裏技があんのよ。お金入れなくてもジュースが出てくる裏技がね。裏技？この自販機ボロっちいからジュース固定してるバネ緩んでんのよね。何が出てくるか選べないのが難点だけど。ってあんたどうしたの？